サイボーグ戦士たがために戦う石巻にやってきました。漫画館の前におります。本当に震災があったことが信じられないような穏やかな天気で、水面も穏やかに、日を照らしております。しかしまだ街の中を歩くと津波の到達点が表示されていたり、まだまだ空き地の場所が多かったり、復興途上であるということがわかります。阪神淡路大震災から28年が経ちました。阪神地区と東北地区、映像と音楽でその絆を結べたらなと思ってやってきました。本日はシアターキネマティカでの錦田ショパン上映会です。まだまだ震災の面影があちらこちらに残っています。こんなところ、石巻駅からは約10分ぐらいでしょうか、徒歩で来れる中央というエリアになります。ひときわ目を引くのがこの壁のデザインですね。なんかこうワクワクするようなアーティスティックな雰囲気があります。そして正面、これがシアターキネマティカ、演劇と映画と地域の文化拠点となると思います。昨年オープンしました。そしたらですね、なんか美味しそうなメニューも、ホットサンドとかいいですね。レモンスカッシュ、映画と演劇を楽しめるシアターカフェ&バー。本日の上映は錦田ショパンです。当日券ございます。来てね。8月ぐらいにまた上映できるかもわかりません。それでは石巻よりのレポートでした。